それでは、はい、実践の方参ります。はい、ベッドしてありましたね。はい、もう音がすごいですよね。あ、子役はピックですね。ですね。おー、しとしとピッチャーン聞こえますね。91年ですかね、登場は。出たのは91年。はい、91年の秋頃だったと思う。バトルとこっちはどっちが先？バトルのが先に私は見ました。あ、スペシャルに物過ぎたら違うんですよね。こっちは1対1で、そうですね。で、まあ普通の A タイプですね。で、おかしなのがチェリーが右にある。はい、これね、これはセンセーショナルでしたね。センセーショナル。でもあのリーチ目は簡単です。子役はボーナス、上下段にベルがいるのはもう子役はボーナスです。で、あと化けはね、左の腕角が多いですよね。これも化け用は子役ですね。で、まあ、ここからベルが揃うこともあるんですが、で、私が打ってたらもう左チリ狙う必要ないので、狙いたくても狙えないので、左は連打です。連打で、で、もう前ゲーム7狙ってます、ずっと。7狙っとけば子役もこぼさないです、自動的に。すごい単純で、ビッグ成立してたらもう左に必ずどっかに7が止まります。だから7がないとこが止まったらビッグワンサツです。で、化けはどっからでも可能性あるんですが、まあ、大体1画目かこうやって外れて、で、ロボットとかは一応15枚役なんですが、これは成立後にしか揃わない子役です。あれですよね、ゼロを優先して。はい、そうですね。なので、やめ目はもうこういう目から化け狙って化け来てる、取らなかったらもうノーボーナス。じゃあちょっとチェリーを攻めますよ。チェリーを攻めますか。どっち？あ、ベルです。ベル、そのこっち。あ、ミスった。全然違うとこ押してるぞ。全然違うとこ押したぞ。今日だいぶ小さいもので慣れてるんで、こういう方が押しやすいです。押しやすいです。同時に見れるんですよ、狭いんで。あ、なるほどね。だから実際さ、何で出なかったって言うと、見えないんだよ、それは。確かに。広くなってて、目がついてる。ディスクアッパー、中崎さん出ないですか、出てくださいよ、よく言われるんですけど、あの、私、決勝の日仕事が入ってるんです。おー、なるほど。っていう以前に、無理ですね。もう、100% 勝てないです。ディスクアップ自体ほとんど打ってないんで、配列が頭に入ってないんですよね。配列頭に入ってないと、もう負けなんですよ。そうです。絵柄探したらもう負けなんですよ。バンって出た時に、今止まってる出目から、あの辺っていうのが、ピンとこないとできないんで、ちょっと。落ちまか！でもこれ、ほんとチェリー外すだけで、使い割り、普通の人は普通に、親父ってやると本当チェリー頻度上がっちゃうんです。おお、余った。まさか間違って揃いましたね。使ったじゃないですか、今の。いや、今のはね、大丈夫です。で、このね、ビッグ中のサウンドですけど、ちゃんとここにジャスラックあります。おお、調子もある。はい、これ初ですよね。初です。初です。初です。
で、ビッグチューはちゃんとね、15枚引っ込んでくるんですよ。ボーナス演出です。普通に。YouTube で大丈夫？大丈夫。それは大丈夫。ガスロで初めて。関係のコラボしたんです、はい、正式に正式に今やっぱ絵柄までは使えない、うん、多分莫大な絵はすごそうです。こんなチープな音でもね、気持ちが伝わればいいんです。山さんは狭いですけどね。狭いですよね。狭い。月曜日です。お、そうそう、あれのお時間だ。全然悪い。じゃあ、ビッグフラグは立ってませんね。はい。はい、じゃあ、普通に打ちながらしれっとやりますね。おだから、いろいろタイミングがあったのも、なかったことができるんですよ。いや、結構ね、制御あるんですよ。あ、制御なんですね。ランダムに、こいつ。左は上段に押しとけば、上下段どっちかに7止まるんですけど、中はもうランダムに滑っちゃうんで、で右もちょっと滑ったりするんで、だから逆に言ったら上で押して滑って止まることもある。あるんですね。お、分かんない。あれは分かんないわ。モフッフワッモフモフッモフ。どんどんさんくさいおじさんになっていくんですよ。まあいいやつ。本当はゴッドおじさんなんですよ。いや、そうでもないんだけど。中竹さんより上手な人っていたんですか、周りで。いや、いないっすね。で、本来の手順は、ほんと、第1弾の、もう、すごいシビアです。こうやって、こうやって、もう、うん、みたいな。あー、なるほど。で、今失敗です。まあ、失敗してないよ。おー、はい。失敗しないよな。次の消化して、次に、入れるときに、ウェイト中に3枚入れて、レバーと、あ、セータモです。まず、じゃあ、1ゲーム、ダッシュで回します。今のウェイト中にやるんだよね。そうです。うん、言ったんで、これ、ボフ、とりあえず成功です。オンにしとかないと、7揃った時に下皿に落ちてきて、なんとなく目立つ。わかりやすいように今、なんか、こうやって押したり、こうやって押したりしましたけど、当時はこうです。おぉ。こう。こうやって両手で打ちながら、これここからハンドパワーで回します。怖いですね。怖いですね。ピッと下だけで回っちゃうんで、中段以外にこれは制御が入っちゃいましたね。しかもこれ簡単なバージョンなんで、もっと簡単なタイマー対策がないバージョン、第3弾のタイマー対策をやってやってるような感じでやりましょうか。じゃあ、もう投入しないでバールにして生産をしてから、モフって言ったらもう一回生産を押すと勝手に回るやつ。まあこういくらかクレジットにある状態で、こういうことができちゃうんですね。で、ここ、こういう転廃になったら、こっちの7を押すとね、いいですよ。ベルをファースト営業が働くんだ。
おー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 、なるほど。上段テンパイが一番楽ですね。すげえ、何やってるのか分かんない。すげえ。こうやって第3弾の時はこんな感じで保持してます。もうこれで僕です。で、最後の追加する時だけコイン必要。以上です。すげえ。真ん中下が。500。ああ。どっちだ？どれだ？どれかわかんねえな。二つなんで、鈍いですね。なるほど。OK です。すげえ。まあでもこれがすごい簡単ですね、このベルディの。ベル、なかなか、その両手のあれがうまくいかないおじさんは、ここにコインを立てかけて、はい。おーおー、はいはい。あ、入っちゃった。最後、ダイサーを押す。押すと同時に入るんですか？ドンってやって。ああ、ってやってる人もいましたね。でそれ難しいっすよ、その。逆に難しい。新コーナー、アニカツ聞こえる。ポフポフ、ガッシャン、ガッシャン。問題です。スペーススペクターと兄弟機のスペースバトルは、当時、他に前例のない画期的な機能を筐体に装着し、話題になりました。さて、その機能とは、1、寝押しをアシストするインジゲーター、2、下皿のメダルをドル箱に容易に移すためのスライドドア、3、ビッグ誠実ゲームで発生するバックライトフラッシュ。お、ちょっと難しかったかな。どれもありそう。どれもありそう。はい、というわけで、はい、というわけで、今回は投げたけさんに中竹さんにスペースペを打っていただきました。ボクセットラフォーですね。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。